どうもバリーズ黄金の似合う男福重です。今回のバリーズ黄金はですね、鬼畜63年ということでですね、自分ともう一人の編集長古川が昭和63年生まれの二人になるんですけども、なかなか鬼畜らしいんですよ。大木さん曰くそんなことないんですけどね。ということで今回の爆買いはあんまり鬼畜とは関係ない、なんならこう定番的なお話をね、たまにはさせていただこうかなっていうところなんですけども、おかえシャッティング XR62、 冬といえばシャットといってもまあ、これですね、まあ、R62 って、まあ、実は出たのはもう去年ぐらいになるんですね。で、今これを撮っている段階ではまだ発売されていないんですけれども、この冬これの、サイズ違い、ちっちゃい方の55と大きい方の75も出るっていうことで、実はちょっと自分まだこの R 版を買ったことがなかったんで、まあ、この機会にとりあえずじゃあノーマルモデルを買っておこうと思って買ったというわけです。で、まあ、せっかくなんでちょっと聞いてってくださいよ、このメガバスのシャットのお話をね。はい、これ2023年、なんなら2022年の新製品なんですけども、メガバスのシャットって実はですね、意外と他の定番のルアーポップ X とかワンテンに比べると随分なんか長いこと定番的なものがなかったんですよ。一番最初のシャットっぽいプラグといえば、おそらくこのライブ X スモルト、1994年に出てるタイプですね。まあでもこれでシャットって言われてもちょっとちっちゃすぎるのかなっていう。これなんか今ならちょっともうちょっとリップ長くして、ダンクとか CC プレデターみたいなこうルアーになったらちょっとこう活躍の幅があるんじゃないかと個人的には思うんですけども、まあっていうのがあってだったりで、その翌年1996年に出たシャットっぽいプラグがライブ X のマーゲーですね。これちなみに後に2005年ぐらいにこれのシンカーがタングステンウェイトになったバージョンが登場してて、まあ、そこでちょっとマイナーチェンジをされてるんですけども、これ割とね今のシャットっぽいっちゃシャットっぽいんですけど、これ動きがいかんせんね、アクティブすぎちゃって、いわゆるその冬時期にシャット使いたいなみたいな、ちょっと食わせに寄せたプラグの釣りっていう部分にかでいくとなんかね違うんですよ。ちなみに個人的に北海道のトラウト釣りでは大活躍するんですけど、で2011年にやっと登場したのがこのね最初のシャッティング X ですね。これすぐさま出たタイミングかちょっとそのぐらい前に馬桜で小森さんが使ってウィニングルアーになってたりとかもするんですけれども、これはノーマルサイズがあって、で55ミリっていうちょっとちっちゃいモデルが出て、同じく75っていうもうちょっと大きいモデルが展開されましたっていうのが、このシャッティング X が登場してやっとなんかこうシャットらしいシャットが出たなーっていう感じだったわけですよ。でもこれでメガバス的にはシャットっていう今まで空いていた席が埋まったと。ただですよ、個人的にはもっと最近になっちゃうんですけど、メガバスのシャットっていうとこれ、ね、IYI がすごい気に入ってて、最近メガバスでシャットっていうともっぱら IYI を投げることが多かったです。まあ、何せねこれね飛ぶしアクションがねすごいこういい感じに弱いロールアクションで、まあボリュームはね意外とあるんですけど、厳しめなシチュエーションでシャットを使いたいなって時にも十分使えるようなルアーになってると。ただやっぱでも繊細なシャット使いたいなってなった時はこのシャッティング X っていうのを投げてました。ただねこれね、まあR を後で説明するので分かる話なんですけども、こいつね固定重心なんですよ、元々のシャッティング X っていうのが。これがまあ風が吹いていたりだったり、寒いと
ね、動作も緩慢になったりするってなると、やっぱどうしてもこうシャープなキャストが決めにくかったりだとか、であとシャットってやっぱり ある程度レンジに入れてなんぼだとは思うんで、そういうシチュエーションで使う時ってある程度飛距離出さないとレンジにも入れにくいわけじゃないですか。っていう時に、まあ、ちょっと使いにくいなっていう部分があったんですよ。がついにレボリューション、そう、わざわざこのためにこの同じ色、特別この色に思い入れがあるわけじゃないですけど、ちょっとこう分かりやすく並べたいがためにヒューオのカラーを買ったんですけど、これね、新しい方はちゃんと重心移動になってます、ベリーフックの後ろにあったウェイト、これがですね、この部分が、重心移動するようになってます。もうね、やっぱね、これだけでも全然飛びって違ってくるんで、もう飛距離が伸びるというよりは飛行姿勢が安定することによって精度が上がるであったりだとか、繰り返しのキャストの中で、ブレが少なくなる、安定していつも同じような感覚で飛ばせるようになる。で、要はその無駄に力んだりとかする必要もないし、手なりのキャストとかでもそれなりの距離がちゃんと飛んで、流す釣りとかでも使いやすくなる。上にこいつ重心があったんですよ、もともと2個のちっちゃいボールが動くんですけども、これが1個になって、なおかつ移動範囲が広まってます。まあ、普通に泳がしてる時は安定なんですけども、ロッドワークを加えて、まあ、最近やる人減ってますけど、いわゆるそのダートを刺したりっていうアクションの時なんかには、こいつがいい感じに動くことによってこう思いっきり飛ぶ、これはスーパースレッジなんかがよくやっているのと同じような、重心をあえて、飛ばすことによって脱軌道をよりこう大きくさせられるっていうシステムですね。あれと同じようなのが入ることによって、ただ巻きの安定性もあるし、ロッドワークを加えた時のアクションのキレっていうのも、まあ、両立させてるよっていうのが新しいレボリューションしたシャッディング X なわけです。で、まあ、この R62新しくなったノーマルモデルをすぐ買わなかったのには一個理由があって、個人的にシャッディング X ってこのね55っていう一番ちっちゃいサイズが好きなんですよ。なんでかっていうとですね、まあまあ大きさ相応に潜るレンジって浅くなっちゃうんですけど、ショアラインを自分はやっぱ流しながら釣りすることが多くて、となると意外とね潜りすぎちゃうことがあるんですよね。その岸際から流してきた時にはもうね、ずーっとそこ叩き続けちゃうみたいな。というよりは、もうちょっとこう、絶妙なレンジ感を通ってきてくれると嬉しいし、あとまあ、より、食わせ感のあるサイズ。これ意外と、冬以外、真夏から抜けて、秋の絶妙なシーズンであったりだとか、そういうタイミングとかでもやっぱ、こうちっちゃいシャットって投げるタイミング多いと思って、あと初夏とかね、浅いレンジを通せる55がやっぱ、使いやすいかなと。 R が出て重心移動になって、それの55番が今度出るよ、やったね。これを皆さんがご覧になられてる頃にはちっちゃい方の R も出てると思うので、個人的にはぜひそっちを使ってみてほしいなって思ってます。まだ自分が使ってないんですけど、もっと話していいならいっぱい話すけど、おしまいにしておきます。